こんにちは、長尾コーポレーションの武田と申します。本日は IID の、ゲレンデバーゲンナンバーオフセットステイの方をご紹介したいと思います。まずは純正のナンバーステイを外していきます。このようにナンバーを外します。次に、ナンバーベースを飛び伏せレンチで外します。続きましてナンバーステイの方を取り付けしていきたいと思います。先ほど純正のトルクスビスを使います。ナンバーステイが、付きました。続きまして、ナンバーの方をステイの方に付きたいと思います。はい、ナンバーが取り付け終わりました。このように IID 製のナンバーオフセットステイでナンバーを下げることでフロントグリルの一番下まで見えるようになり、バンパーの上面と一体化してスッキリと、シンプルな見え方になります。はい、本日は IID ゲレンデナンバーオフセットステイのご紹介をさせていただきました。先ほど見ていただいた通りナンバーを下に下げることによりナンバーがフロントバンパー内に収まりスッキリとした印象になると思います。細かいものをお探しのゲレンデオーナー様、IID 商品では他にも G クラスのパーツが多く取り揃えておりますので、ホームページまたはカタログの方をご覧になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。